学校とか身の回りの人から抜け出したところ。職業は今自分で作る時代だって言われたのがすごい衝撃で、自分が何に興味があるかを探せるチャンスだと思って、自分を見つける旅。僕が思ったことは H ラブで前よりも積極性がついたなって思っていて、初めは大学生の話を聞いて社会人の方の話を聞いて、こうちょっともう少し堅苦しいイメージだったんですけど、企画の中でコメントでメンターの皆さんが自由に話されているところとかで心を休めるような場所に来たなっていうのが最初第一印象で、いろんな人とつながれたり、まあ、それこそ自分が経験してないことを経験した人の話を聞いたりするっていうところが、まあ、自分の意見がなんか2つのベクトルがなんか交わり合うような感じで、今までやっぱ大学とかどういう学問を学ぼうかなというふうになってたんですけど、なんかいろいろな人の話を聞いて、そういった新しい考えが込まれて、なんか自分の将来の目標であったり、どういう学問を勉強していこうかなみたいなことに。心に響いちゃって自分がなんかこういう風になりたいなって目標になる人がいっぱい見つかって、毎日いつもよりちょっとポジティブな気持ちで過ごせているかなって思います。自分のしたいことを見つけて、それに向かって歩き出したいなと思います。はい、チーズ。じゃあバイバイ。バイバイ。